はい、それでは29話目引き続きいきたいと思います。ですね、ストーリーが結構長くて今、明暗だろうがあるんですけど、ちょっとその前にこのスキッズと話ししましょうか。スキッズどこだ。スキッズはどこにいる。技術と話してる。こっちかな。スキッズと話しに行きます。あ、もう落とした。スキッゾ、新しい部屋は気に入ったか。ジーコ、な、お前なら分かってくれるだろう。俺を売っといて慣れ慣れしくすんな。やった理由は、おい、デイコン違うんだ。恨みなんかない。分かってくれ。仕方なかった。マイクに伝えてくれ。俺はキャンプを救おうとしただけなんだ。それだけなんだよ。ああ、伝えておくさ。お前が有罪になったら俺に始末させてくれってな。夜中に俺とブーザーで縛り上げて、大軍の来る高速道路にお前を置き去りにする。ディーコ、俺の話を聞いてくれ。どんな気分だろうな。生きたまま食われる。ディーコ、俺はカルロスとリッパーを止めたかったんだ。俺たちのキャンプを守ろうとしたんだよ。そうだな。もう有罪かどうか関係なしにやっとく。じゃあな、スキッゾ。ディーコン、頼むから話を聞け。本当に悪かった。悪かったよ。俺だってやりたくなかったさ。でもああするしかなかったんだよ。ディーコン、聞いてくれ。ディーコン、まあこんな感じですね。とりあえず今度はこっちですね。明暗だろう。ダメ、もうこんなの無理。大丈夫だ。一体どうした。私はただの獣医だよ。動物の治療とかひづめの治し方しか習ってない。これがひづめに見える。アディ、落ち着け。ブーザーに起きたことを見てたでしょ。これ以上できない。おい、怪我人があまりに多くてたくさん死んでいく。アディ、リコ、私は医者じゃないんだよ。それでも頼れるのはアディしかいないんだ。医者じゃなかったのか、アディ。だが医者じゃなくてもブーザーの命を救ってくれた。俺にはそれで十分だ。真正面の顔見ないな。顔を振りますね。あとはこっちか。まだあっちか。あっち行ったり来たりだね。これは自分のキャビンへ戻ってやんだろう。
ディーコン、リッパーに盗まれてないか爆薬を確認しに行ってさ、その後スキッツォの部屋に銅爆戦も見に行ったんだけど、まずここに来るべきだった。出てってくれ、リッキー。あの洞窟を爆破するんでしょ。一緒に行くよ。ガキの頃、親父がネズミの巣を見つけてな。どうしたと思う？さあね。ネズミが眠る朝まで待って、穴に板を並べて水まき用のホースを持ってきた。その時言ったんだ、ネズミを片付けるには溺れさせるのが一番だってな。つまりキャンプの上の貯水池を吹っ飛ばすの？名案だろ。ディーコン、安らかに眠らせてやるさ。ディーコン、それはダメだって。どうしてダメなんだ？協定とやらがあるからか。スキッツはクソ野郎だが、一つだけ正しい。カルロスは止まらない。リッパーもそうだ。分かってるだろう。支援で動いてない。ああ、ヤツをぶっ殺す。そう。ブーザー、ゲートに向かう。いいか。先に行ってるぞ。よし、もう着く。よし、弾の勢いをくれたね。あ、スナイパーか。あ、そうだ。もらったスナイパーあったんだね。これが？あれ？スナイパーライフダメージ、今のやつがやっぱ強いのか。今のこれがあいつの銃だね。スキッツァと、どうだ、どうだ、ちょっと待って、証人もいないんだ。あ、襲撃あってから人がいないですね。よし、いいライフルだ。ああだろ、スキッツから借りてきた。返すとき一緒に行かせろよ。ああ、もちろんだ。裁判なんてさせねえよな。ああ、させねえ。んで、作戦は何だ？アイアンビュートはよく知ってる。サラが、その、アイアンビュートランチの南にある研究所で働いてたんだ。昼時に迎えに行って、あそこらで、よくバイクの乗り方を教えてた。ジェシー、カルロスは、くそ、ややこしい。あそこのゴルフリゾートと、ロッジを占拠してるが、すぐ南にクレセントレイク貯水池がある。ダムを爆破すりゃ、貯水池の水が一気に奴らのキャンプに流れ込んで、壊滅できる。あそこのロッジは丘の上に立ってた。ああ、まあ、貯水池の水はロッジまで届かねえだろうが、それでもほとんどのリッパーは始末できるはずだ。で、あとはロッジを叩くだけって。そうだ。あとはどうやって見つからずにアイアンビュートバレーに入るかだな。ああ、任せとけ。突然、結構遠いですね。振り落とされんなよ。あっちゃ、何？逃げ
れてる。どうしたの？落ちてる。これが武器か。リッパーのコンボ。ダメだね。全然ダメだね。ダメにしようか。よし。こいつ。調べない。スクラップ。お、なんだこれ。なんだこれ。バグかこれ。お、なんだこれ。うわ、首が。バグだね。よし、行こう。ちょっと待ってね、ちょっと待って。一応弾薬を補給しておこうか。はよし、OK です。ここから南に行く。ついてくぜ。
簡単にはいかないだろうな。だな。よし。おい、何やってる？何って下に持ってって爆弾設置するんだろう。先に吹っ飛ばしてもいいか連中に聞くべきか。ブーザー、おめえはここに残ってスキッドのライフルで俺の援護を頼む。おい、ちょっと待てよ。任せとけって。銃撃戦じゃ役に立てねえが、これならできる。俺はアフガニスタンで爆破の訓練を受けてるんだ。設置場所の判断もできる。よし、なら指示してくれ。やるか。はい、よっしゃ。よし、この塔に登ればダムを見渡せるはずだ。上か。ブザーを助けるので援護、援護射撃。よし、行く、行くぞ。頭を下げて急げよ。分かってる。おい、いや、早く行け。足場が見えるか。ダムの上だ。よし、すぐ行く。よし、一つ目を仕掛ける。なんかいっぱいできた。よし、次に行くぞ。いいぞ、その調子だ。立派だ、来るぞ。
た目はかっこいいからいいじゃねえか。楽勝だったな。見えたか。よし、やれるか。あ、まだあそこにいるよ。分かってる。よし、OK。 まだいるよ。ここだ。あ、ここだ。大丈夫か。どうやらな。まず腕がないぞ。本当お前ってやつは。さっきは本当大したもんだったぜ。そうか、何度かもうダメかと思ったかな。ああ、それは悪かった。何言ってんだおめえ。こんなに気分がいいのはそれこそ。そうトゥーマロで大軍に襲われた時以来だ。まだ終わってないぞ。結構殺したろうか。だろうな。死んで当然だ。ああ、そうだな。当然だ。よし、こっからは歩きだな。お前残るか。生き残ったリッパーがバイクを盗むかもしれない。もうその心配はいらねえだろう。俺も行くぞ。腕の借り返さねえとな。ジェシーのやつぶちのめしてやる。よし、ロッジに向かうぞ。ああ、分かった。終わらせるぞ。まるでノアの洪水の跡だな。みんな洗い流されちまった。でも今回神は何もしちゃいない。ああ分かってる。フリスあれを使ってしまいました。
結構いいですね。アンタッキー。リッパーだ。どうやって助かったんだ。どうだっていい、すぐ殺してやる。ディーグ、左だ。ああ、任せろ。ディーグ、右の方だ。見当たる。あいつだ、あいつだ、スナイパー。ああ、なかったな。処刑にですね、一発で暗殺しました。これアクセントわかんな、これ。よし、だいぶ、ちょっと待って。最大。よし、行こう。いっぱい落ちてる。いいぞ。よし、こっちも落ちてる。
倒してる。こっちは取ったか。いただき。あ、いやいや、すごいね。メインウェーブこれだって。あれこれちゃうで。あれどこ。こっちは。なんかある。あそこ行ってるで、ブザー行ってるで、あそこに。よし、あれ。よっしゃ。わーい。残るはジェシーだ。おいよ、さっさと蹴りつけてやろうぜ。こいつらいつもより強くないか。ああ残ってた薬を一気に決めたんじゃねえか。こっちか。ここか。嫌だね。さっさとここから。おい、よく聞け。あそこにいるのはリッパーどもの教祖カルロスじゃねえ、ジェシー・ウィリアムソンだ。あいつはただの根性ねじ曲がったクズ野郎なんだよ。いいか、分かったらとっとと言って奴をぶちのめしてこい。そうかよ。
安らかに眠れ。終わったか。ああ終わった。お前なしじゃできなかった、うん、久しぶりに暴れてスカッとしたぜ。だけどよ、最近思うんだ、雑用ばっかだが、キャンプ暮らしもそう悪かねえって。ああなあ、ゼッシーが死んであと何人いると思う？昔からの知り合いは。そんな一人も残っちゃいねえよ。ああ悪かったな。ああそれじゃこんなとこさっさと出ようぜ。こうして話すのは何年かぶりになる。もうエリザベスもそっちに行ったことだし、今さらあなたに祈ったって仕方がないと思ってた。ああそれに世界がこんなことになって、あなたの存在を信じられなくなった。あるいは見捨てたのかと、未だにわからない。俺はあなたを信じたい。この苦境にも何か理由があるのだと。それだけだ。また近いうちで話しに来る。おっと、そうだ。アーメン。ディーコン。ああ、そのリッキーからここだって聞いて。ああ、膝が痛んでな。ひざまずくのが一苦労で祈るのをやめてた。もともと信仰が深いわけでもないしな。シャーマンズキャンプの後もそれは変わらない。だがいろんなことがあってちょっと思ったのさ、また祈ってみるかってな。なあ仕方がなかったんだマイク。そんなのはただの言い訳に過ぎないだろう、デーコン。他にも方法はあった。俺たちが生き残るためだ。いつだってそうだろ、俺たちのために。うんざりだ。だから俺たちは地獄に落ちる。人間同士でいがみ合い、草まみれの服を着た化け物以外全て俺たちの仲間だと気づかないからだ。ああでもな、気に食わなくてもそれが世界のありようだ。そうだろ、祈ったって何も起こらない。いくら願ったところで世界は何一つ変わらないんだよ。願ったって変わるわけないだろう。俺たち全員が行動して初めて変わるものだ。
全員な。解放したぞ。スキッゾだ。公平な裁きは望めなかった。解放しただと？二度と戻らないことを条件にな。嘘だろマイク、自分が一体何をしたか分かってるのか。ああ、命を救った。俺は正しいことをしたと思ってる。おい、願っても変わらない。お、守るべきものたち 100%。 何があってもロスレイクの安全を守る。 OK ですね。ウェアベッキャップ毎回目的地、毎回なんとかされそうな。そうですね、昼休み中のさらにバイクの乗り方を教えるという感じですかね。次は、はーい、とりあえずそのみんな、まあ喋るかな、行けるかな、キャンプはなんか行けてるのかな。どうも。100%、 200%、 間違ってない。キャンプ場はバイクか。ジョなし。いいコンセントじゃん、ジョシュア。まず、任せろ。新品同然だ。おお、そう。ちょっとペイント見てみましょうか。ペイントはなんかいろいろ。あれ、あれカスタムなんちゃらってなんだ。ニンニク。お、な、これはですね。なんかいろんな色が。メタリック、フレームカラー、デカール、あ、これがちょっとベタかな。あれ、まあ、ドラゴンタイプ、グロテスク、スタンプ、じゃあカスタム、あ、違う。デカールカスタムアクセント R2 これか、カスタムアクセント、あ、これですかね。こんな感じでちょっとレオン追跡、あ、これがちょっと増えたらすごい。どうした、どうした、ロストレイクキャンプ、ロストレイク、これからレオンはこんな感じで、レーサー、青と白、いいじゃないですか、青と白、どこですかね。守るべき者たち、何を釣ったんだよ。まあ、こんな感じでか、そうですね、これでか、まあ、こんな感じですね。
なんかあったらまた来な。はい、そしたらまたな。今回はこれまでで、また次回そのまま行きたいと思います。あ、ちょっと待ってください。なんか情報があったかな。この辺りの情報はちょっとありますね。この辺りの情報をクリアしてストーリーに行きたいと思いますので、次回はこれですね。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もお願いします。